ゆりです。ごめんなさい、ごめんなさい、急にした。シンガーソングライターの川崎貴也。どうも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 。何ですか今日は。今日はね、はい、本当に申し訳ない。何ですか。どう、やばい。やばくなった時の友達。ああ、ありがとうございます。いやいやいや、本当に呼んでるわけじゃないですか。なんかこのために呼んだわけじゃないですよ。そうですよ。まあ、あるね、素敵だね。いや、すごい楽しかったね。ねえ、楽しかったというか、良かったよね。良かったね。これ何も言えないね。でもめっちゃいいから。もし、ね、みんなに楽しみにしてもらえるとめっちゃ嬉しいね。なんかちょっとこの2人じゃないとできないようなこともできたよね。ああ、できた。最高でした。すげえ気持ちよかった、ね。で、その撮影が一旦終わりました、はい、終わりました。で、すぐ出せる動画として高いのが必要っていうところで。喋れますから。あ、いやいや、芸能人。いやいや、誰が芸能人。違うわ。いやいや、違うわ。完全に芸能人。ゆりチャンネル。あれがあるんですか。何、あー、あるよ、あるよ。びっくりした。あれね、スケジュールに入れてないのかと思って。入れてる、あれね。あれもあるから。あれすげえ楽しみだから。あれはすごいよ。だって、まあヒント的に言うと、いっぱい。いっぱい、そうだね。いっぱいだね。ここではないよね、もはや。ここではないね。すげえ楽しみ。緊張するな、お前。皆さん楽しみにしていてください、マジで。たまにさ、こういうのでさ、こうなんか、まあ全然ゲストが来るとか一言も言ってないけどさ、ね、こうやって適当なこと喋ってると、ゲストもしかしてあの方来ちゃうんですかみたいなさ、来るの。で、なんかコメントとかね、そう、どんどんハードル上がってくる。あれ、皆さんちょっとやめていただけるとすごく嬉しいです。確かに、予想してくださいではないか、これは。本当にやりますよっていう報告の動画でしょ。そうです、そうです。いろいろ俺たち動いてるぜっていう動画だから。そうね、そうね。で、初めてコラボしてから結構時間が経つじゃん。あ、ここかってこと。そうそうそう。時は長く経ちますよ。そうね。なんですが、YouTube チャンネル始めるって最初の声言ってたのに。言ってた、言ってた。言ってましたよね。言ってた。あれ、ほんと嘘、嘘ばっかりしない。違うよ、違うよ。適当なことを抜かしてました。違う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 。始めようとは思ってんだけど、やっぱ怖くてね。やっていけるかどうか。あ、編集とかもそう。だってさ、ゆうりチャンネルはさ、じゅんくんいて、げんたくんいて、なりくんいて、こう、みんなで協力できるじゃん。俺、いないからね。川崎ゆうりチャンネルとかでもいいよ。あの、2人でとか。それ、結構な人動くぞ。ゆうたかチャンネル。ゆうたかチャンネルやる？ゆうたかチャンネルめっちゃいいじゃん。やりますか？どんなスパンで上げるかちょっとわかんないですけど。いやいや、本当に1年に1回とかやめてください。違うわ、違う。サウナも行ってる。サウナ行こうよ。あの、行こう行こう行こう。え、じゃあ次行こうよ、次の時。あ、いいねいいね。次、今日はね、あの、あれなんだね。もう、これみんなもう何の話してんのって感じで、ずっとただの2人の仲良し話を聞いてるだけだよ。ゆりチャンネル。最近、あの、ライブは？ライブはね、なんかこの間大分行った。あ、見た。外で歌ったよね。そう、外で無料ライブだった。あれすごくなかった。すごかった。もう大分しかも初めてね、人来てくれるかマジで分かんなくて最初で行ったら1500人ぐらい来てくれて、無料ライブなんだけど、すごい気持ちよかったね。やばそう。インスタに載せてたじゃん。あの、なんかさ、終わった後のさ、動画撮影の時さ、もうめっちゃみんな友達みたいに喋ってる。どうぞどうぞ。なんかなんか、あ、インスタのあれね。そうそうそう。なんて言ってたんだっけ。なんちゃらなんちゃら、ありがとうございましたみたいな。うわ、手が多くて気持ち悪い。すっげえなと思ったよ、俺。俺もちょっと次のライブ言おうかな。手が多くて気持ち悪い。いや、ちょっとやってよ、ライブで。絶対喜ぶよ、みんな。ストーリー、あの、ちょっとストーリー撮るよっつって、なんじゃらなんじゃら、お疲れ様でした、ありがとうございましたっつって、みんなをこう向けたら、自分のワンマンライブ毎回写真撮ってる？写真はね、撮ってる時と撮ってない時ある。でもあれはね、基本やってる。そう、忘れなければ。あんまり撮ったことないから絶対喜ぶ。ストーリーやってみます。うわ、いいじゃん。あの、ライブ終わった後に。うわ、めっちゃ喜ぶ。撮って、 BGM 魔法の絨毯に行こう。あ、なんで？教えてもらったから。自分の声でよくない。だからなんかアンコールで、うちのね、あのマネージャーが、あいつが携帯を持ってきてくれたらやる。ああ、そういうことね。ないとさ。じゃあマネージャー次第ってこと？そうだよ。ケンヤが。そう、ケンヤがあの iPhone とか携帯を持ってこなかったらもう取るのないから。絶対持ってけ。それだったら絶対持ってけ。あれなんかでもいいよね。うん、なんか羨ましいなと思いつつも、あのライブ終わった後、楽しかったって。ああ、なるなるなる。もうね、カメラの存在ゼロ。もう忘れてる。何にも覚えてない。なるほどね。ありがとう。ああ、はいはいはい。帰った後に
なんかみんながインスタグラムにさ、ライブのバンドとか載せてるじゃん。俺だけいつもね。いや撮りなよ。いやちょっと撮って、絶対喜ぶよみんな。え、実際さ、ライブさ、出る前さ、俺未だにそうなんだけどさ、正直その昔はさ、指で数えるぐらいしかお客さんいなかったじゃん。本当そう。入るまでさ、正直チケット売れてるから来てんのは知ってんだけど、行くまでさ、めっちゃドキドキしない？めっちゃわかる。本当にいんの今日みたいな。あのね、俺はね、やっぱりね、日本一アーティスト有利とはやっぱりね、まだね、その、あの、格が、俺は格があるんで、そんなにね、俺は速乾しないから。キャパにもよるけど、だってその来月か、これ上がってんのいつかわかんないけど、来月5月の28日に栃木で地元でやるんだけど、あれも1500人ぐらいなんだけど、速乾はしなかったけど、多分これ上がってる頃にはソールドしてるけど、もうドキドキするよね。親戚もいっぱい来てみたいな。もう分かるわ、身内いっぱい来てみたいな。めっちゃ分かる。なんかさ、そう、本当に大丈夫かよっつって。そうよ。出て行った時の一番最初の拍手、分かるわ。はい、よかったって。分かる。帰りそうになるもんね、嬉しくて。ありがとうございました。帰りそうになるもんね、あの拍手。嬉しいよね。で、終わった後のストーリーもね、嬉しいの、あんなに人来てくれて。会場に来てるみんなは分かってるから言うけど、俺あれ撮る前にちゃんと言ってんの。このストーリーはユーリをはじめたくさんの人が見ると、だからみんな楽しそうにしろ。一回練習する。マジ？みんな無理にでも楽しかった顔してとか言って。それこの動画で言って大丈夫？みんなね、ライブ来てくれる人はもう毎回のあれだから分かってくれてるんだけど、ってやってる。いいよね。じゃないとさ、やっぱ関係者の方とか、一応後ろとか2階席とかのなんかね、スーツの方とかこうみたいな時ある。言うよいつも。お偉いさん方、ね、無理して笑顔してください。後でちゃんと謝ります。ゆりチャンネル。なんか俺思ったんだけど、これで俺ツイートしようと思ってやめたんだけど、ここ最近毎日 LINE してね。なんか、ね、なんか俺たち毎日 LINE してんだと思って、それなんかつぶやこうかなと思ったの。なんかここ最近ゆうりくんと毎日 LINE してる、これなんなんみたいなのをツイートしようと思ったんだけど、さすがにキモいな。あ、ただ一個いい、なんかあのさ、高校生とかのさ、毎日 LINE って、あの5分おきとかになると思うんだけど、どっちもまあ普通に仕事場だから、あの何時間かおきの返信で毎日やってるって感じですから。そんなずっと一日中やってるわけじゃないけど、ずっとつながってる。いいだろうね。いいだろう。俺高いと思うじゃん。俺よりちょっと面白い。本当に皆さん、どっちも応援していただけると本当に嬉しいです。よろしくお願いしますよ、ゆうりチャンネル。なんかあったかな。なんですか、モニタリング出る。芸能人じゃん。違う、オファーいただいて、母校にね、もうこれが上がってる頃に多分もうオンエア終わってるんで、自分の高校、母校にサプライズで与えに行くみたいな。やってきた、やばかった、嬉しかった。芸能人です。でも緊張するのよ、あれは。ただ芸能人ですねって言ったけど、俺お前学校は行った。行っとんな。ごめんなさい、芸能人です。ちゃんとやってるからな。ちゃんと芸能人です。だってあれ見たよ、もうあの「M ステ」もそうだし、すげえとこで歌ってるね。あれはすごかったね、光輝く。俺もびっくりしたね。すごい。でもあれも芸能人じゃない、あれもまあ歌手でしょ。いや、分かる。学校に行くのは俺もちょっとなんか芸能人感じたもん。これってやっぱお客さんいるじゃん。はい、M ステはさ、正直俺たちがさ、出始めれた時はさ、もうちょっとコロナだからさ、お客さんはいないじゃん。あ、いないいないいない。そう、だからなんかその音楽を歌いに行ってる感じ、ライブをしに行ってるっていうのは。まあまあね、確かにね。でもちょっと学校行く時はさ、あの行く前に俺も出たんだけど、あのサプライズじゃん。もう喜んで嬉しく思ってなかったね、最初。それは本当にそう。しかもね、これね、これ見てくださってる方よくわかると思うんだけど、例えば幕バーンってやってこの顔ってキャーッとかじゃないのよ。なんでね、顔が弱いのよ。弱くないよ。ゆうりくんはあのしっかり顔が整ってて顔が強い。これね、違うよ、強いのよ。違う、俺は彫刻刀のホテルの顔してるから。いやだから強いの。出てきたらわかるわ、わかるね。確かに。そうだから、うわゆうりだってなるのよ。で俺は顔はさ、ギターかやだなあれはみたいな、歌ってよーみたいなことになるから、そのテレビ的なパカうわーみたいなのはない。言ってほしいね。でも呼び込みが欲しいね。そうだね、川崎竹谷さんです。そうだね、魔法の絨毯のとかなんか言ってほしい。先にバーがいいね。やってほしい。俺は今回行った時はゆうりさんです。ああ、だからさすがに気づいてくれるんだよね。気づいてるつかもう言ってんだから。そうだよね、それがあるといいよね。次からそうしよう。それがあるとやっぱり俺も嬉しいよね。
わーうおー嬉しいってなれるから。あとさ、卒業のやつってさ、卒業とかそういう学校に行くやつって、うん、こう前にやっぱり自分の思いを伝えなきゃいけない、うん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 、ね、あれがドキドキするね。あ、俺ね、結構実は卒業式行ってんのよ。あの、なんかオフィシャルにしてないけど、うん、お知らせしてないけど、いろんなね、専門学校も行ってるし、うんうん、大学も行ってるし、高校も行ってるし、専門学校見た、そう、中学校も行ってる、うん、俺多分全部行ってる、小学校以外は。で、そこでめっちゃ喋る。結構長いで喋る。長いで喋る。俺はもう長く喋れないじゃん。あ、そのなんか俺脱線して結局2分目なことになっちゃうから、あ、あの、端的に端的にあの伝えたいことをうんうん、うん、自分なりに俺なりの、うん、俺はこれでいいんじゃないかっていう。そうね、その考えてきたことっていうよりかは、その場でなんか生徒の皆さん見て感じることとか、うん、出てくる言葉って絶対あるから、うんうんうん、それ全然いいと思う。卒業式とかって大事な日じゃない、わかる、すっごい大事な日だから、その卒業生の人生に絶対左右すんのよ。めっちゃわかるわ。そのステージをするそのゲストさんの言葉ってきっと、うん、俺だと卒業生だったらそうだもん、うん、わかる、有利が来ました、何を言ってくれるんだろうみたいな、わかるよね、絶対あるじゃん。だからなんか、まあ、サラリーマンも俺は経験してたから、一回就職もしてるし、うん、社会を経験してるから、だからわかることをなんか偉そうに言うつもりはないけど、こういう経験をしてきたみたいなのは、うん、なんか言おうかなみたいなのを考えてるかも。じゃあこれは、しかも先生が緊張した、その事前に打ち合わせはあるじゃん、そのついて、はいはいはい、打ち合わせの時に先生もさ、うん、バチバチにやっぱ緊張するじゃん。バチバチに先生は普段取られないんだから。そうそうそうだね。でもやっぱ取られてると先生も緊張してて、確かにその緊張が完全に映るよねあのね、あれはね、完全に映りますマジで、うん、お前やばいかも、あれは映るね。じゃあ、まあ僕たち全力でやってますので、そうです、あの皆さんこれからも応援していただけると、はい、とても嬉しいです。よろしくお願いします。そしてあのこんな緊急動画に出てくれて、うん、ありがとうございます、とんでもございません。という感じで、はい、あの皆さん今後僕たち、そうです、まあ、いろいろあるかもしれないけど、はい、楽しみにしていただけるとすごく嬉しいです。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さんまた明日。チャンネル登録お願いします。